ビンキュリンはアダプタータンパク質の一つで細胞接着の接着装置を構成する細胞膜裏打ちタンパク質の一つであるインテグリンが細胞骨格のアクチンフィラメントに結合するのを仲介し細胞接着進展を制御するビンキュリンファミリーを形成している1979年イスラエルにある ワイツマン科学研究所のベンジャミン・ガイガーが鶏砂農から分子量130系ダの新しいタンパク質を単理し抗体を作り蛍光抗体法で培養細胞内での極材を調べると接着藩に特異的に極材することを見出した。接着藩に特異的に極材するタンパク質は他にもあったが、それらとは異なる新しいタンパク質だった。 翌1980年、ガイガーは、そのタンパク質が、アクチンフィラメントを細胞膜に結合させる、タンパク質だと想定し、ラテン語の、ビンキアラムに、タンパク質の設備の、因を加え、ビンキアリンと命名した。線中から人まで、いろいろな組織、器官の細胞内にある。細胞内では、細胞、基質管接着の結合装置である、接着板と、細胞、 細胞間接着の結合装置である接着結合の両方に存在する。ビンキュリンはタンパク質であり、分子量は最初 130K だと発表されたが、現在は 117K だとされている。ビンキュリンのドメイン構造は N 末端側の 90K だの頭部、C 末端側の 25K だの尾部、それらをつなぐ 5K だのリンカー領域と呼ぶからできている。 ビンキュリンのドメイン構造ビンキュリンは、不活性な状態では、ビンキュリンの頭部とビブが結合し、細胞質に存在する。この時、蒸気の結合分子とは結合していない。活性化されると、ビンキュリンの頭部とビブの結合が離れ、頭部、中央のリンカー、領域、ビブの3つの部位は、蒸気の結合分子と結合し、細胞膜裏内部分に集まり、結合装置を作る。 ビンキュリンを活性化の仕組みは現在論争中である。ビンキュリンは細胞接着、進展を制御する。ビンキュリン量が低下するとストレスファイバーが減り接着半形成が減少し細胞は接着できず細胞進展もできない。細胞内張力は接着半でのビンキュリンと低リンの結合に影響する。また接着結合でのビンキュリンと アルファアカテニンの結合にも影響する。これらのことから、ビンキュリンは、機械的力を科学的信号に変える、メカノトランスダクションに関与していると考えられる。1990年、英国のクリッチャリーの研究室が、人のビンキュリン遺伝子の全構造を決定した。人では、1066アミノ酸残器からなり、遺伝子は一つで、染色体上の位置は1911.2クターである。 ビンキュリンの遺伝子を欠損させるマウスの実験でビンキュリンに異常があると脳や心臓に血管が生じ発育不全が起こるか死亡する。そのことから人でもビンキュリンの異常は拡張型心筋症や突然死を引き起こすと想定される。製品化された商品はないが医薬品や化粧品への応用が期待できる。日本の新生特許では 高楼化が効果として期待されている。日本の特許は特許電子図書館で検索すると1993年から2013年4月5日に便期輪がようやくにある日本の特許は4件ある。欧州の特許は欧州特許庁のエスポスネットで検索すると2013年4月9日までに便期輪輪が表題かようやくにある特許は1件しかない。米国の特許は 米国特許商標庁で検索すると、1976年1月から2013年4月10日に、ビンキアリンがようやくにある米国の特許は2件しかない。ハンフリーズ JD-1P、ストルーリー C、ガイガー B、ハンフリーズ MJ、バラクレム C、ビンキアリンコントロールズフォーカルアドジアン、フォーメーションバイダイレクトインタアクションスイズタリン、アンドワクチン。J セルバイル179、17 1043から1057、ドイ、10.1083、JCB、2億70万3036、キャロシー、A& バラクレム、C、ビンキアリン、アンアダプタープロテイン,イン、コントロールオブセルアドジアンシュグネリング、R、J セルバイル、90、157から163、ドイ、10.1016、J イジクビー、2010.06、007、アルバーツ、 ブルース、ジョンソン、アレクサンドル、ルイス、ジュリアン・ラフ、マーチン、ロバーツ、キース、ワルター、ピーター、アンコリング・ジャンクション。モレキュラー・バイオロジー・オブ・ザ・セル、ニューヨーク、ガーランド・サイエンス。 ISBN 0から八一五三三二一八一 h t t p コロンスラッシュスラッシュ www.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュブックススラッシュ n b k 二六八五七ありがとうございます。